素敵なあなたへ、現実シフト専門家の篠崎みどりです。今日も猫ちゃんがいてくれてます。やっぱ癒されますね。もう猫がいる生活は幸せすぎます。はい、ということで、今日はですね、今回のこの動画ではですね、夢や目標が叶う今ここがすごいということで、タイプ別のお話だったりとか、まあ、コツ、今ここのやり方何がいいのかっていうところも含めですね、そこについて解説をしていきたいと思います。ちょっとですね、また猫がなんかなんやかんややりそうで、私がたまにこう向こうをって見てる時って、もう一匹うち猫がいるんですけど、その猫がなんかしそうになってます。はいはい、ということで、いきます。そう、今ここにですね、行き始めると何がいいかというと、まずその不安がなくなるんですよ。不安症、心配症というのが軽減されます。まあ不安というのはまずなくなることはないので、それがちょっと軽くなるというふうに考えてみるといいかなと思います。で、あとはそうですね、幸福度がまあ増します。幸せの感覚、度合いが増していきます。で、あとはそうですね、そのもちろんその波動状態で生きるので、エネルギーの状態がすごい幸せな状態なわけですよね。そんな状態で生きてると何が起きるかっていうと、現実は心の反映なので、その状態、もっと幸せにしてくれる現実に反映していくんですね。そう、反映っていうのは反射に移すってことですね。で、ぜひそんな生き方を知ってもらいたいなと思ってこの動画を撮りました。また猫がなんかやりそう、怖いな。猫がね、なんかやりそうと思ってこうビクビクしてるのはなぜかというとですね、私自撮り棒で スマートフォンでこう動画を撮ってるんですね。で、結構な高さにしてるんですよ。すごい高さにしていて、でちょっとガンってやるとバシャーンってなっちゃうんですよ。だからこの猫がちょっとわって走り回ったらもうヒヤヒヤするわけなんですね。はい、というのが余談でして、はい、そうで、今ここに生きるっていうことは意識的に生きるっていうことなんですよ。今ここって何よって思うじゃないですか。今さ、ね、最近ここ数年よく言われてますけど、今ここって何ってなると、意識的に今という状態、自分がどういうふうに考えて何をやっていて、どんな感情で今というこの瞬間を行動しているのかっていうのを常に意識、気づいているという状態ですね。それは幸せな未来につながっていきます。その一方、その反対ではどういうことかっていうと、もう無意識で生きるということです。無意識にイライラするし、無意識に怒り狂うし、無意識に高揚したり、無意識に惰性で生きるみたいな、そういうことなんですね。だからもう未来っていうのは今という瞬間の連続なんですよ。今、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 これがずっと続いてる。もう結局今しかないんですよね。未来というものは幻想だし、過去というのもないし、今しかないんですよ。で、そんな風に生きてるとですね、例えば意識がすごい、人間ってね、飛んじゃうんですよ。ああ、今日の夜ご飯どうしようかしらとか、ああ、明日の支払いどうしようとか、ああ、明日なんとかのイベントがあるわとか、もしくは、なんで昨日あんなことやっちゃったんだろう、なんであんなこと言っちゃったんだろう、わーってなるんですよね。で、そこが、要は意識が今じゃないところにこうぶっ飛んでる状態なんですけどね。ああ、猫がここの、自撮り棒の根元にちょっと侵入してきました。ちょっと待ってくださいね。よいしょよいしょよいしょ、抱っこしとこ。はい、ということで、私の不安は確保されました。はい、あるコーチングの有名な先生がですね、タイプを分けてくれたんですよ。価値観型とビジョン型に人は分けることができますよって、まあまあもちろんざっくり、分けた時にというお話だとは思うんですけど、これどういうことかというと、例えばビジョン型っていうのは目標があればやる気になるタイプですね。例えば価値観型というのは自分らしさとか価値観を日々満たしていくとやる気になるタイプが、そのビジョン型と価値観型のタイプらしいんです。だから年末年始の目標が立てられない方は価値観型なわけですよね。もう目標を立てるともうすごくやる気をなくしてしまったりとか、予定もそうかもしれないですね。予定を立てるとすごいやる気なくしちゃったりとか、そういう方が価値観型ですね。ビジョン型というのは目標があると燃えるタイプ、こうなるぞって決めるとやる気になるタイプで、日本人はどちらかというとその価値観型が多いらしいです。要は今という自分らしさ、今の自分らしさや価値観を日々満たしていくとやる気になるタイプとか、まあ生きてて楽しいとかそういうタイプらしいんですけど、そうタイプとしてはその価値観型の人、その今言った日本人に多いと言われる価値観型の人はですね、今ここに自然と向きがちではあるんですよ。向きがちではあるんですけど、明確な、例えば
今ここを意識していきましょうって設定されちゃうと途端になんか難しくなっちゃったりするんですよね。なんか変な余計ななんか気が散るというか余計な思いが入ってきたりとかすぐ意識散漫になってしまったりとかってなりがちなんですね。で、まあビジョン型の人は焦点を定めることが、まあ、得意というかそこを定めることによってやる気が出るわけなので今ここに集中しましょうっていう設定があるとよしじゃあ今ここに集中するとはどういうことかっていうのをこう淡々とやっていくことができるんですね。はい、意識するとそこにやっぱり入り込みやすいっていう、まあだからどっちがいいかっていう話ではなくてどっちもその特徴というかそうしやすい特徴みたいな方法みたいなのがあるわけです。で、じゃあ価値観型のタイプはどうしたらいいのっていうと今自分を楽しませてくれる何かに集中するといいんですね。自分の今ここに集中するとなると途端にわけわからなくなってしまうと思うので今自分が楽しいことなんだろうとか自分を楽しませてくれることってなんだろうなっていうことを考えてそこに集中没頭する、それが一番今ここというゾーンに入りやすくなりますね。価値観型のタイプの人はで目標型ビジョン型の人はもう単純に今ここってこういう風にすると集中できるよっていう方法を教えられたらもう淡々とそれすることができるのでその人はもうそこをこれからお伝えするんですけど今ここに集中していく方法を淡々とやっていくのが今ここに集中できる方法ですね。なのでそこをちょっと理解しておいていただけるといいかなと思います。まあまとめますと今ここに生きるということは意識的に生きるということです。でそれが幸せな未来につながると。で一方その反対というのは無意識で生きることなんですよっていうことですね。例えばねあれなんですよ、私の経験談をちょっとここでお話しさせていただくとすると、私すっごい不安症だったんです。これでも今もうそのかけらもないように見える人が多分多いと思うんですけどとっても不安症だったんです。で割とですねなんだろうな、ADHD ですかね、あれを診断すると絶対その判定が出るんですよ。気が散漫になったり集中できなかったりとかするタイプで、それこそ私よくどもったりすると思うんですけど、あのってどもったりもするんですけど、多分それも関係してるんだろうなとは思います。自分ではなかなか直すことができなかったりするのでよくどもったりとか集中できなかったりとかします。頭で考えてることもどんどん支離滅裂になったり散漫になったりっていうことが結構あるんですね。でその時にこの今ここに集中するといいよっていう話をやっぱりどこかで見つけてきてですねやってたわけです。でマインドフルネスというのがいわゆるその今という瞬間、この瞬間にもう意識的に生きることだっていうのを知って、で実際それを実践していったらですね、まあなんていうか毎日が幸せなんですよ。例えば家事をやってる時が一番そういう状態に入りやすいんですね。そのゾーンの状態に入りやすいんですね。私は家事が好きなんですけど、例えばお皿を洗ってる時ひたすらにそこに集中するんですね。今手にスポンジを持って、そして洗剤をスポンジにつける、そして左手でお皿を持って右手でスポンジを拭かして、お皿の汚れを落とす、いわゆるもう実況中継みたいにやるといいんです。この後ですねその方法をお伝えするんですけど、その実況中継みたいにその今という自分がやってる行動とか、その行動だけじゃなく自分が今何を考えているのかとかどういう感情なのかっていうのを意識を向けることによってすごくですね一日一日が何だろう充実感に満たされるというか、なんてことないんですよ、なんてことない味気ない毎日を送ってるんですけど、とっても充実感に満たされて生きるってすごい幸せだなって思い始めたんですね。なのでこれはとてもすごくおすすめです。じゃあそんなあなたにですね、どうしたらそうなれるのかさというあなたにこれを取り組んでみてくださいっていうのをお伝えします。それが今自分がやってること、さっきも少しちょっと言いましたが自分がやってることを実況中継するように意識するんです。例えば、コップを右手に持って、そして口に近づける、そして口にコップをつけて水を口に流し込む、そして、口に流れ込んだ水がゆっくりと喉を通って、体の中に入っていくっていう風に、たった水を飲むという行為なんですけど、その一つ一つを細切れに自分で実況中継するんですね。でこれ結構疲れるんですよ最初のうち、何やってんだろう自分みたいな我に返るとそんな風に思ったりとかもするので、1日1分とかでいいです、1回とかでもいいです、もう本当に自分がやりやすいところからでもいいです。お風呂入ってる時でもいいです。お風呂入ってる時に、シャワーの、蛇口をひねって、お湯が出る、お湯を浴びている、頭のを濡らして頭をゆっくりとこうゆすいでいくみたいなのをやってると途中で絶対意識飛ぶんで、飛ぶっていうのはどういうことかというと、ああそういえば明日あれやんなきゃいけないんだったとか、ああ昨日あれなんでやったんだろうとか、もうすぐ
明日とか未来とか過去に意識が飛んじゃうんですよ、人って。で、人はもう思考が1日6万回、されているっていう風にまあ言われてたりもしますけど、もう本当に常にいろんなことを考えてるんですね。で、いろんなところに意識が飛んでるんですよ。だから集中し始めたとしてもすぐに飛んでしまうので、それはまあいいので、とりあえず最初は1日1分からでもいいのでやってみてみるといいかなと思います。で、慣れてきたらその回数だったりとか時間を増やしていきましょうっていうところですね。で、最終的にどのレベルになったらいいのっていうところは、もう自分の思考とか感情、そして行動にも常に気づけるレベルになると、もうこれはもうマスターレベルです。そういう状態になると、もう最高に、常に自分の要は気づけるってことは、そこを意識的に変えていくことができるということなので、もうこれは自在に現実を作っていく、もしくは変えていくことが可能になるというレベルです。はい、なのでそこを目指してですね、まずは1日1回からでもいいのでやってみていただけるといいかなと思います。はい、では夢や、目標が叶う、今ここというのがすごいということで、タイプ別のお話だったり、コツだったりやり方についてお話ししてみましたが、伝わりましたでしょうか。ちょっと途中でですね、猫ちゃんが今いて、今私のお膝に、すごいぬくぬくと座ってるんですけど、今、おとなしくしてくれていますと。はい、で、ぜひですね、意識的に生きるマインドフルネスな毎日をですね送って、夢とか目標とか叶えたい現実、望む現実を生きていってほしいなと思います。はい、それではこの動画がですね参考になった、いいなと思った方はグッドボタンをぜひ押してみてください。で、あとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ご質問ですとか感想、そしてこんなことしてほしいなといった要望などありましたら、ぜひコメント欄の方に記入していただければ嬉しいです。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。はい、今日の動画はいかがでしたでしょうか。少しでもですね、良かったですとか、いいなと思っていただけた方はですね、ぜひ、グッドボタンですとか、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。こちらすごく励みになりますので、ぜひ、登録、そしていいねボタンしていただけると嬉しいです。で、またですね、動画下の概要欄、こちらの方に LINE 登録のリンクを貼っておりますので、ぜひそちらからもですね、登録をお願いいたします。こちらはですね、人生をよりよく生きていけるためのエッセンスを含めた限定動画をプレゼントしております。ぜひですね、こちらも受け取っていただいて、ご活用いただければ嬉しいです。そして、質問や感想などはお気軽にコメント欄の方にご記入ください。できるだけですね、今後の動画にですね、反映していきますので、ぜひぜひですね、コメント欄の方もどしどしご記入いただけると嬉しいです。それでは上手に現実シフト、望む現実へシフトしていけるように、このチャンネルがお役立ちいただけるように楽しんで私も配信していきますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。ではでは、また次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。